近見て頑張ろう。メガネ紛失したからコンタクト入れよう。また変なこと、変なアドバイスしか出てこない今。初めまして。1時間はしないけど今暇だからちょっとショールームしよっかなっていう気分になった。ジオンが持ってんのこれ長袖、これの半袖も同じのあるんだけどね。寝落ち配信ですか？私 YouTuber？ 昨日 YouTube 見ながら寝落ちしてた。ともちありがとう、にろちゃんありがとう。じゃあ最近の話していいですか？最近ね、じゅんじゅんありがとう。あの紛失物がえぐくてですね、マジで。なんかね、モバイル充電器あるじゃないですか、あれもなくなったし、充電器もないんです。それに一緒に置いてた充電器で、日傘もなくなった。え、もうなんで、意味わかんないんですけど。なんで、マジで意味わかんない、どうしよう。じゅんじゅんありがとう。ガチでやばい。私物なくさない人なんですよ。扇風機はマジでね、あのなくしてない。名前は書いてないけど、充電器とそのモバイルのやつはユニバ終わった次の日まではあるんです。だからね、絶対どこかにはあるんですよ。だって私劇場とレッスン場とジオン家と自分家しか行ってなくて、紛失するって怖すぎる。ジオン家もめっちゃ探したけどなかった。あと日傘とかね、もしね、私の日傘を使うと思わないじゃないですか。だからパクられるわけもないんですよね。やばい、抜け抜けた。まあ、日傘ね、違うのあるんですけど、ちょっとなんか可愛くないからあれは良かったんですけど。はあ、なえる。なくし物が多くてなえますね。店に忘れないでしょ。私大体その日出てる時間とか、朝劇場行くまでの時間とかに刺したりするんですけど、ね、共有物じゃないから。しかも絶対自分のバッグの中入れてるしとか言ってさ、自分家にあったら本当すいませんなんですけど、私もう2時間ぐらい探してるからね、昨日から、マジで。うん、なんでちょっともう本当に日傘がないから困ってます。でも最近梅雨だからさ、雨だからさ、その日傘じゃなくて傘さすじゃん。だから日焼け止めガチで塗りまくって傘さしてます。うん、ツイッター17000ありがとうございます。そう、私ちょっとね思ったんです。私 TikTok にストーリー機能みたいになるじゃないですか。だからもういろいろあそこにねストーリーみたいに書いていこうと思って、あの前フリートあったじゃないですか、ツイッターの。日焼け止めは、顔はこれ、顔はこれだけど体は違うの使ってる。ユニバの時はアネッサ使ってるけど、あとねこれ全部スキンアクア、特にこだわりなしです。ですです。はい。おもろいですかね、私の日焼け止め事情。マジフリートなくなったの、なく。インスタ解説まではそっちですね。そうですね、なんかさ TikTok でさその機能あんまちゃんと使ってなかったので、はい、使っちゃおうかなと思って。だってさ普通に考えてね、 TikTok でそのフリートじゃない、なんかス
ストーリーみたいなの出すと3000、4000、5000ぐらい再生されるじゃないですか。もしかしたらフォローしてくれるかもしれないじゃないですか。で考えたら、そう、なんかそういうの宣伝系とかやったらいいんじゃないと思って、頭いいんでそういうこと考えちゃいました。TikTok をうまく使おうの回です。今日はご飯に行ったからメイクが崩れています。 TikTok で通知取れないんだっけ。 KR2220 ありがとう。しっかりと待ってなって、私の罠です。これは Twitter とかで宣伝するより Twitter の宣伝とかを TikTok のそのストーリー24時間で消えるじゃないですか。だからねえねえ、松岡さくらさんが訪問って書いてあるんですけど本物ですか。さくら本物ですか。私にしか見えてないんかなあ、本人のみ、え、どういうこと、ちょっと分かんないんですけど、恥ずかしい。リュウジ、のきちありがとう。メイクしてない方が、メイクしてない方が、そんなわけないじゃない。本物です。だってかわいい。今日さくらの話めっちゃした。さくらのことをね、みおちと一緒に褒めてました。なのでさくらが気になりましたね、より一層。本物だってみんな。さくら、松岡さくらちゃんは私と同い年のそうですね。TikTok コメント、え、そうなん？届いてるよ。食パン。やばい、寝すぎた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 。これぐらいならいいか。ピンとかやだよ。今日はおごってあげました。当たり前です当たり前ですよ。後輩とご飯は8期生は初めてだったんですけど、 7.5 期生のイーシオン様とは行きましたね。1回肉じゃないけどしゃぶしゃぶ行った。なんか焼肉嫌いらしくて、そう、私焼肉誘おうと思ったら焼肉嫌いらしくて、次の約束、あのね、コンサートリハがあるから1ヶ月ぐらい無理なんです、遊ぶのは。もう誰ととかじゃなくて、そうなんですよ。何グラの1位の商品、高級日傘。え、私のためですかこれはマジですか、やっば。え、これゲットするしかないじゃん、やばいな。コロナた、違います、あのリハがあるんです毎日。なのでね、ダメですね。メイク今日薄いんですよね。そう、皆さんは応募してくださいましたか、赤組に。かゆ、明日当落。あ、マジで当たれ当たれ。お、ありがとうございます。かゆいかゆい、ありがとう。楽しみですね。
亀戸籍でぜひ可愛く撮ってください。ねえ待って無理あきら先生来たんですけど無理はず無理はず。今コンサートの話をしていましたあー面白い。なんか今日私の配信に人が来ますね。あ、人は来てるんか。そう、とんでもない。そう、あかりさんにね、私ダンスが初期の頃とんでもない動きをしていたって言われたんですよ、あの YouTube で死ぬ一番やばかったまで言われました。泣き泣き。いや、褒めてくださいましたね。こう、あのリハの時に来てくださって、なんか後ろで見てたんですよ、あかりさんが対談途中に、あ、対談途中、対談の休憩時間かなで見てて、でその時に見たのがよ、なんか上手くなったねって言ってくださいました。そう、なんかもう豆ではいろいろ書いたんですけどね、私ね、自信ないというか、ダンスには自信はないんですけど、B2 研究生公演では自信満々に踊っているので、そこのところは勘違いしないでください。 B2 公演ではね、フロントに立たせていただいているので、あのね、そんな自信ないくて前に立てませんので、はい、そうなんですよね、やっぱ動画だとカットとかもあるのでね、伝わり方それぞれになっちゃうと思うので、わかんないんですけど、コメント欄めっちゃ褒めてくださってて嬉しかった。そう、同性ファン、同性のファンですって書いてくださってる方とかもいて、嬉しいなと思いました。あの女の子受けをねしたいというよりかは、どっちものファンの方が欲しいなって思ってるっていう感じですね。けど昔から私女の子にね好かれないタイプなので、あと半年ぐらいして無理だったらちょっと諦めようかな女性人気。最近そう、女の方がね、あの公園とかにも来てくださって、女性専用エリアっていうんですか、そこは、あそこにいてくださったりしてめっちゃ嬉しいですどっちものファンがいる、ファンの方がいて嬉しい。同性に好かれない系女子、なんで嬉しい。そうなんかな。まあね、別にね関係ないんでね、女とか男とか。ちょっと的確なコメントがあったんで、あのちょっと言いたいと思います。なんかね、あの女性人気、女性ファン、女受けが悪いんですって私言ったんです。女受けが悪いのは女の子人気って言わない、言うところからじゃないですかってコメントがあって、確かにってなりましたちょっと待ってねえ死ぬ、イケてるらしいです最近の私が皆さん見ましたか、あのほら褒めてくれてますよ、ありがとうございます。みんなスクショした？スクショしてください皆さん。これはまとめましょう。
これはまとめましょう。ぜひぜひまとめてくださいやったね。褒められて伸びるタイプなので、イエーイ。そう、褒められて伸びるんです私。でも褒められ慣れてないので、ちょっとね、どういう反応していいか分かんなくなるんです。飲んでるから酔ってる可能性ありは、おもろメール来たって、あ、届きました。ちょっと早めに送ったんですよ。マキラ先生来てます。いや、これはまとめましょう。まとめ案件です。可愛いは言われない、言われ慣れてない。なんて答えるのが正解なんですか。もうみんなに言ってるじゃんみたいな感じですか。案件、案件ってどういうこと。来月初めて劇場に、お、行きたいたこ焼き屋さん迷ってます。美味しいけどな、どこも。私はあの夫婦が好きかも。あの引っ越し前の家の近くに夫婦っていうのがあって、そこで食べてた。もう引っ越したから全然食べてないけど、夫婦好きだった。あとシンプルに大阪来たらわなかを食べるかな。夫婦、ふわじゃないです。わなか、わなかも美味しいですよね。わなか、あの何でしたっけ、た明太チーズみたいなのが好きかな。ちょっと待って、今ねちょっとこれがヨギボーがねぐちゃぐちゃになってきてた。和菓子キャンペーンなんてやってんの今。これ和菓子キャンペーンですか。何かこの間から出てんだろうと思ってたら、そういうこと。でも全然配信できてないから無理ですよ。え、タコせんマジ好き、わかる、マジわかる、好き、私も。めっちゃ仲なる。初めはピンとこなかった。え、今日ね家出る前になぜかハート型ウイルスを熱唱しましたそしたら窓開いてた、マジはずいあ、え、和菓子今日から、あれなんかずっとない。え、じゃあもしかしていける、今から挑戦しても。え、なんかさ、え、フルーツ大福でしょ、やばくない、めっちゃ好き。伏線ですかってどういうこと。え、ハート型ウイルスマジでしたいんですよ、言ってんのにでもユニットだけ健康とか無理なんでね、いつになるんだか。いや、ハート型ウイルスやるとなったら、だってフーはサカタン若菜ですよ。厳しいですね。18日ですか。まあ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 、ご想像にお任せしますよみんなそれを気になってるんですね。毎回行った方がいいですよ ショールームキャンペーン毎回達成して、毎回達成してるっていうか毎回参加してるんです私が
毎回参加しちゃってるんです。なんかだって私が好きなのばっかりなんだもん。ショールームさんは私のことが好きなんですね、きっと。だからもう参加せざるを得ないんです。もう男の子やなそういうことです。全く匂わせじゃないよ。え、マジで匂わせじゃないから。そんな本当に超絶クッソジ。どんな名前ですかたい焼きありがとう、つのきちありがとう。いやマジで千秋楽来てください。マジで千秋楽来て。リマツありがとう。でマジでフロンティア来てください。もうねやばいの、難しいよなんかさ、あの中間4曲ありますじゃん、あの全ては途中経過から母校へ帰れの、忘れすぎてやばい、本当にやばい。え、でもねなんかパイオニアをやったの、リハってか一人ってか、あのジオンとね。したらめっちゃこれ強くできるようになってて、えっと思って早くみんなに見せたいって思った。だからもっとね練習頑張って、ちょっと最後はあのレイさんを越せるぐらいの強さ。あのパイオニアはレイさんとワカポンさんを見ろって私はあの舞台の方たちに言われたので、その先輩たちを抜かせれるようなパフォーマンスをできるようにしたいです。最後くらいは完璧な状態で終わりたいですね。ちょっとあの扇風機つけてます暑い。いやーロンティアもう終わっちゃうんですね。早いよ。いやもちろん、あでもレイさんの生誕ティーで行くかフロンティアのあの半袖で行くかマジで迷ってます。変化してる？変化してますか？あ、千秋楽ぜひ見に来てくださいまだいたとは思わんかったぜひ。あ、でもやだな、怒られたくない、やだよ。そう、こないだ夜残ってたらあのキュンマートさんの練習をコジネンさんがしてて、そうあの夜までやられてるんだなと思ってすごかったです。うますぎてあのちょっとレベル違いました。最近怒られた？怒られてないうわタワー来た本当に。お、ジンくんありがとう。タワー、何のタワー？どら焼きってこと？え、ちょっと待って、ここで宣言したらチェック厳しい。あ、何も言わんとこ、みんな死だよ。ちょっと待って、よいしょ、やばい、バンされる人いないと。どら焼きタワーっていうのありがとう、かわいい。限定なんだ。みっちゃんの成長について語りたい、ここで語ろうぜ。え、ちょっと待って、今日めっちゃ暇なんだけど。今日めっちゃ暇というか眠くなくて。ダブルセンター、え、なんかあったっけ。え、もうないよ。だってはあれあれじゃん、ナンバトルの時だもん。リーダーありがとう。え、てか何グラしないとだよね。ドラ焼きとかってどうやって書くんですか。え、マジで書けないんだけど、なんか目みたいになった。よし、ショールームの通知、え、撮ってくれてるんだ、嬉しい。みんなショールームの通知撮ってね、いつやるかわかんないんだから。え、ちょっと待って、ナンバトルの初日本当にやばかったからさ、もうナンバトルの初日っていう言葉を聞きたくない本当に無理、もう今でも覚えてます。
考えられません、あの時のことは。人生で一番は言い過ぎかもしれないけど、言い過ぎくらい、それくらい記憶に残ってます、私の中で鮮明に。ちょっとめっちゃ気持ち悪いのできちゃった、どうしよう。旅行券京都、あ、京都の話今日、京都違う京都の話今日したなっていう話です。苗地が京都府出身でしたっけ、何あるのっていう話をしました。めっちゃダジャレみたいになっちゃった、むず。よし、かけた。もうなんかカレーライスみたいになっちゃった、どうしよう。ありがとう、じんくん、ありがとうございます。ありがとう。ダジャレじゃないですよ。ちょっとこれなんかすごいなんか音がうるさい。なんでみおちを誘ったの、前から約束してた、なんか初日前に言ってて、道終わったら行こうって話をしてたから、約束を果たすために誘いました。いや、ナンバトルってマジで貴重でしたね。そういえばでも京都って隣、京都1回しか行ったことない、芸能神社に行ったこと。アンダルシア、ありがとう。私約束守るタイプだよ。だってその本当に来たくなかったら言わないからさ。他にご飯行きたい、8期生ってことですか。みんなみんな行きたいけど、でも、今日の話聞いて、でも松岡さくらちゃん仲良くなりたいと思ったけど、あのちょっとね、いろいろ興味ある子いっぱいいるんでちょっとダメですね興味ある子いっぱいいるけど、そうね、ピカルンとか、いや、みんなかないや DD じゃないですよ、そう、同い年だから。てか、なんか話聞いてめっちゃおもろい子らしくて、まこっちはね、あのね、初期にね、お泊まりした仲良し。そうで、私のお財布が心配ですよ、みんな。真面目ないい子っていうイメージ私もあるんですよ。でも結構面白いらしいんですよ。いや、ほのちゃんマジ話すからね、めっちゃ。ねえ、私がおごらないっていうイメージあるんですか、ちょっと。やめてよふ普通に遊びたいですね、みんなと。けどリハ始まるんで、ちょっとね、そんなにね、遊べはしないんですけど。ご飯に話しかけられないの、それ愛かやん最近は全然あれだけど、ずっと一緒にいるんで。みっちゃんにおごってもらって、確かに。でもそうね、おごってもらったこともあるけど、私もなんか買って持ってくこともあるから、そんななんかずっとおごられてる子じゃないですけど、みゆは優しいんでね、家に来るってなったらサーティワンとか買ってきてくれたりするんですよ。できる子ですね。
すぐまつげ下がるんですけど。みおちは白組です。あ、トビウラこれしたよ、ちなみにちなみにしました。まつげめっちゃ上がってますよ私、ほら。わかるかな。で、マツパ行こうとは思ってるんですけどね、マツパに行きたくないんです。あのパリジェンヌに行きたいんで、そう予約がねあんまり取れないんですよ。だから困ってます。サーリンと坂田よりまず、どうだろう、坂田よりは上げてるかも、直角だから。私フーアも結構ギャンギャンだから、あの上げ方はあれかも、90度、なんか皮膚につくまで上げてます。フーは塗り方マジうまいんですよね。これがいつも上げてるけどすぐ下がるよ。スーパーウォータープルーフ、ピンクのやつ持ってるよ、使ってるよそう、ギャンギャンっていうのはパッチリみたいな感じです。ピンクじゃないよ、何色？筋肉なんだ、あ、足の筋肉やばい私。金色？マジそんなのあんの？ちょっと見てみよう。てかね、ちょっとここだけの話、前回行った美容室で前髪をねちょっと整えてもらったんですよ。いつも自分で切ったりするから。でペンライトカラーは薄ピンクと緑です。黄緑だっけ、黄緑ですでね、あのまつげじゃね、何の話したっけちょ忘れちゃった、今ペンライトカラーの話して忘れちゃった。あ、ここだけなんだ、あ、前髪、そう前髪前髪をねよく自分で切ったりするから、そのちょっと切ってもらったんです、綺麗に。でそしたらね、ちょっとすいた方がいいですねって言われて、この辺をすかれたんです、毛先の方が重くなるからって言われて、こうやって切るとパッツンになって重くなっちゃうから、この辺をすかせていただきますって私言われたんです。で適当に返事しちゃったんですよ、はいって。そしたらねスカスカになって、どうしようと思って、っていうことで伸びたので自分でまた切ったらじゃじゃーん、治りました。はい、もう人には頼まないでおこうと思いました。シースルーとかいうの超えてました、それな、スカスカマジで気になってた。でメイクさん切れる人と切れない人がいるんですよ、なので美容室で切りに行ったんです。あの切れる方と切れない方っていうのがいるんですよ。これぐらいが好きだよ私、結構薄い方だけどな。最近ね、あ、この髪型自分でこれ切ってから、昨日切った、一昨日だっけ、公演前に切ったんですけど、したらもう全然崩れなかった。 DMM 見てね全然うま。どっちが最後？そりゃ重い方でしょ。重い方だよ。マジで。前髪これにしてからはマジで全然。アミちゃんも見に来てるの？みんな何してるのかな？
とかいろんな人が訪問してくれる。じゅんじゅんありがとう。切り出したの？めっちゃ切ってる。微調整はしてる。切ってるというか、もうあのぐちゃぐちゃに前髪崩れる私じゃなくなってますよ。最近崩れてたけど、あのスカスカだったから。そう、あかりさんもね、パッツンのこの前髪いいって言ってた。嬉しい。髪の毛切る計画？え、あれ、あの昇格したらってことですか？切ります、切りますよ、当たり前だけど。切るけど今は切れないんだよ。これぐらいにしたい。顎下だとね、ちょっと微調整できないから、これカニュートイショーのやつに戻りますよ、絶対に。結構カットさ、どうだろう、私40分ぐらい喋った気がする。カットされたんかな、じゃあ結構わかんない。え、でも見た感じ結構全部入ってた気がしなくもないけど、あーでもいらん質問とかめっちゃしたかも。そう、明日もラジオ、ん、明日も木曜日、誰だろう、誰だっけ、みゆの後宣伝します。ちょっとツイッターで見てください、明日宣伝するので。誰だったっけ、ちょっと待って、わかんない、わかんないです。先輩だった気がする。うわー、わかんないな。ちょっとマイティだっけ、そんなんだっけ、マイティ最近だよ。ちょっと確認しますね。あ、ゆいなさんな気がする、ゆいなさんな気がする、気がするな。ラーメンの話とかしたな、多分ゆいなさんです。ちょっとまた、はい、あの全部ね、告知とかはツイッターでするので。これから TikTok も使うから。TikTok でも。はい、宣伝させていただきます。ゆいなさん、めっちゃ喋りやすかった。そう。待って、めっちゃ短い予定だったんですけど、超長くなってる配信。あそこまで配信できるように大人になったねって。確かに、ちょっと話すことなくなったらやめます。そう、なんかあるある探検隊じゃない、なんだっけあれ、あるある探検隊じゃない、あのあるある探検隊、あるある探検隊のあの TikTok を撮りたかったんですけど、音源がないんですね。なんかバズってる音源だとすごい使いやすいんですけど、なんかね、切り抜きみたいな感じの音源だったんで、ちょっと使いにくいんですよね。誰か作って。結構撮りたいの何個かあるんですけどね、あのちょっと私こだわりがありまして、あんま家で撮りたくないんですよ。ラコチが TikTok のコメント治安悪いから怖い。わかる。でも私のコメント欄は治安いいので、ぜひ私のとこに出な。そう、私のコメント欄はみんな優しいので。嫌なの来ても私が3秒で消してあげるから大丈夫だよ。そうなんですよ。
ネタの音源みたいな。いや、それは草。毎日更新って結構やばいんですよ。家で撮りたくないからさ。家で撮りたくないっていうっていうか、家死ぬ。 20% しかなくなった。ちょっと充電が先かもしれん。ミルテンあれいいですよね。あれでもレッグ部屋とかで撮んないと、そうちょっとダメなんで、ちょっと難しいな。最近ファンになったよ、よろしく、よろしく。やったね。何で知ってくれたのかな。そう、ストック用意しとかないといけないんです。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけどのやつやりたいんですけど、ちょっと私キモすぎるんで無理です。ファンダイムトラベルありがとう。今日ちょっと漏れてるくない？気のせいかな。ちょっとね、もまめでね、あの髪の毛祝ってる写真をね送ったんです。一回送ったら送れませんでした。あの送れませんでした。あのその衣装はまだ公開できませんって言われて、すいません、送れません、悲しいです。サルムダリ、インドネシア、インドネシアインドネシア、ジャカルタですね。もっちゃん靴のサイズ教えて。何センチだと思う？何センチだと思う？新衣装じゃないんですけど載せられないんですよ。21、え、舐めてる。23、うん、ちょっと違うな。22.5 はちっちゃいって。5センチくさ。3.5 か。3か4、まあ、3.5 か分かんない。いつも 3.5 買ってるかな。でも私ね、あの計測器みたいので測ると 2.25 ぐらいしかないんです。 2.25 バミリみたいに言うや、 22.5 ぐらいしかないんですよ。でも多分横幅がちょっとあるから 23.5 なんですよね。あんま私靴のサイズとか聞かれないんですけどね。そう、私もでかいの買う、1サイズぐらいは。え、それな、計測器全然違うよね絶対。あの足の測ってくれるやつがあるんです、靴ショップに行くと。そう、小さめだよねやっぱり。だよね、そうなんですよ。足でかくない全然。ヒールあんま履かないかな。厚底とかは履くけどですね。履いてフィット感とかは、まだ生きてないから絶対さ、おっきいの履いたって意味ないじゃん。鳴らしてどういうこと。で最近でもサンダル履くんですよね、めっちゃ楽。コンビニ行くみたいな格好になっちゃう。でもナイキだかな、ナイキかなんかのベナッシ履いて行くとコンビニの格好みたいになっちゃう。もっちゃんのもちもちはコナさんのもち、全然もっちゃんもちもちみたいな。そう、もちもちって呼ばれたことあったんで、それでもちもち、そのキャッチフレーズと合わせましただけですドンキ肉ヤンキ違います。ごくごくね行きたいけどタピオカ買っちゃうんだよね。最近マジ飲んでない、
水、水ですね。みんな寝なくて大丈夫、私は全然眠くないからやるけど配信。こんばんは。そうなんですよ、私ね、足の形的にレースアップシューズがすごい似合うらしくて、レースアップしてます、レースアップしてますわ。くさこの間オイルマッサージ行ったんです。小顔マッサージもしてもらったんだけど、めっちゃ顔シュッとした。五等分の花嫁は第2シーズンの2話ぐらい、すぐ寝落ちしてるからどこまで見てるか分かんない。ね、ローラーシューズやばい、懐かしすぎる無理、予約できてなかったんですよね前回。でもオイルマッサージ行きました。五等分の花嫁は面白いですよ、ハマりました。普通にマージャンじゃなくてさっきババ抜きしたあーね、ピーナッツが好き、見てるよ。待って待って待って、はあ、今日水曜日ですか。あ、最悪、あ、やばい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 、最悪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 、はあ、最悪だ、ガチやばい。え、ワルっていうドラマ知ってますか、あの今やってるワルっていうドラマがあるんですよ。あれをね録画しといたんですけど、そういえば私今録画の中のあの録画がいっぱいすぎて入らないんですよ。最悪だ、マジで最悪。はあ、最悪。え、じゃ全然録画貯めてない、あのこれ買ってから一回も消してないんです、録画。はい、マジ泣きそう。実家帰ってみよう最悪だ。マイファミリー全部見たい。今日は最終回、じゃあよかった、先週見てないからさ、いきなり話進んじゃうかも、マジ泣きそう。まあ、テレビの話で思い出した、あーやばい先週も見てないです。 TVerいっちゃう、悲しすぎて。シオンテレビないの？テレビなくても生きていけるけどな、勝手に。あー、あるね、2週間とか。無限にしゃべる、マジ無限なんですよね。テレビっ子じゃない、 YouTube っ子面白いな、はあ面白い写真を撮ってくれんかった、もっちゃんなど写真は撮れないんですよ、ルール上で。なのでありがとうございますっていうガチ YouTube 子、いや言えてないしあー面白いちょっと待って、滑舌も回らない、もうダメだ。え、マジネギトロマジおもろかった、ネギトロネギトロはやばい、激アツですね。写真とか握手は NG なんです。
なんかね、その写真とか握手とかサインとかも全部そういうサイン会とかもあるじゃないですか。写メ会とかお話し会とか、ここに来てくださってる方がいるのでダメなんです。だからもしあったらヤッホーって言います。メンマそんななんか YouTube と比べるほど好きじゃないですよ。そんな人生で何番目に好きとかそんなんじゃないよ。4つお便り選んで、その中で同じ人を2人に採用してるけど4人選んで、そうなんかね、同じ人ねめっちゃ送ってくれるんですみんな。で、あの選んでるのもなんかあの一人一人選んでるんで、自分のやつと、自分のやつはそのスタッフさんと自分で選んでて、相手のそうフワとかはフワとスタッフさんで選んでるんで、そう内容とかもね違うようにしたくて、そうなっちゃう時もあるんですよね。そうだから皆さんぜひいっぱい送ってください、いろんな内容を。そうぜひ、そうかぶっちゃうってこともあると思うんですけどね、なるべくかぶんないようには頑張ってるつもりなんですけど、かぶっちゃうとね、せっかく送ってくださった方がねいるので、ぜひ送りまくってくださいよ。そう、人気ラジオにしてください、私たちを。そうみんながいっぱい送ってくれたら同じ人が選ばれることはなくなると思うんですよ。TikTok の衣装の保証、あーあれあるよ、あれなら送れる、大場目で全部お便り見るよ。そうでもやっぱりそのよく送ってくださる方とかもいるんですけど、みんなね、みんなのこと読みたいんです私も、けどやっぱ内容的に被ることもあるのでね、全員読むわけにいかないんです。そうだからよかったらいっぱい送ってみて、めっちゃ目綺麗に見える。マジカル、あ聞いたことある、懐かしいね、聞いたことあるよ。そういろんな話題を話したいのでね、ラジオ難しいんですよね、話広がらない話題とかだと時間が余っちゃったりするんで、私らはもう余ることなんかないんですけどね、ずーっとあの過ぎてます、時間すぐ川柳で全部過ぎる、巻いてたのにいい感じいい感じって言って川柳で全部過ぎて終わる、巻いたことないです。公開収録したいね、でも事故りそう。研究成果に書かれてました、嬉しい、ありがとう。30分でこの配信終わっちゃうよ、30分も続くか分かんないけど、気分で終わります。私カフ下げるやつあるじゃないですか、ラジオのあれ私になったんです、前回から。なんで普通に事故ると思う。公開にしたら虫面白い？やったー。 MC ね、 MC 何話してほしい？全体で聞きたいこととかありますか？全体 MC、 忘れ物大変な話になりそう。
いやーどうしよっかなー、 MC。 なくすもの、いや私やん、もうそれ楽屋ネタね。あ、なるほどね。あ、いいね、 OK。 ちょっと検討します。それ全然違う仕切りになったらすいませんねあのラッキーナンバーターゲットの説明を前回任せてもらったんですよ。あの若菜舞香もいなかったんで私がやったんですけどね、あれを覚えるのにもう本当にどうか事故らないように私は頑張って、まずその日来た時から練習を重ね、朝8時に起きてずっと呪文のように唱えて動画撮って頑張りました。めっちゃ褒められためっちゃ褒められたけどちょっと噛んじゃったから悔しいです。本当に ああいうセリフ系私すごい苦手で、セリフマジで苦手なんですよ。なるべく任せてほしくないぐらい苦手なんです、セリフ。そうなんです、めっちゃ緊張しちゃうんだよね、あれ、ああいう系は。アドリブ得意、え、そうかな。あ、でも確かにアドリブは得意かも。影穴一回私めっちゃ大成功した時あった。毎回交代、うん、毎回交代だよ。そうなんですよ、毎回交代だけど、いや、ぬるぬる水ぬるすぎてびっくりした。戻ってすぐの曲紹介マジでね、やばいなんで明確して投げるメンバー、あれじゃない、なんか狙ってるとか思われるからじゃない、わかんない、私は変な投げ方してるけど。モンドクラスさんとドイドイ、あー、これドイドイの方はねチーム8さんだからこっちなんですよ。でアモクロはこっちなんです、アーモンド似てますよね。不安にした時って客席の笑い声聞こえる、笑ってくれたら嬉しいよ当たる気しないよね。私も客席にいて当たってみたい。え、前回ね、そう前回の公演であのごめんね好きになっちゃって、であの衣装のトラブルがあったんですね。あの本当に死ぬかと思いまして、で焦ってどうしようと思って、でそしたらね履けようか履けないかを迷ってたんです。そしたらもう最後かと思ってあの普通に中央に行っちゃったんですよ。でそしたらまだ2番だったんです。でめっちゃあやばいやばいと思って、でも私履けたくないと思って履けずに、そのあと 10% しかない、よいしょ、いて行ったそれ自己紹介前にね履けたんですけど、ちょっと待ってごめんなさいね、ゆのちゃんありがとう。足はね、あのなんかランナーズハイでなんか片足であのやってるじゃないですか、サビで。したらなんかすごい負荷がかかって足にね負荷かかってビキーってなって、
で右だと思ってテーピングしてもらったら左だったんですよそう、何を体験したいか、どういうことだ、MC？ 山さんありがとう。ありがとう。めっちゃ可愛い。ありがとう。そう、あのね、右だと思ってやってもらったら左で、普通にあの太陽バージンアムクロの時に、あ、やばい死んだと思って間違えたと思ってアンコール前に左に書いてもらってみたいな。あー、レスもらったりとか、あー、なるほどね、いいですね。 B2 欲しい、それちょっと候補に入れよう。ありがとう。感覚的に右だと思ったんですよ。そう、けど普通に左だった。あんまなんないんですけどね、ビキみたいな。今は特にないですね。だから一時のあれですかね、なんだと思うんですけどね。そう、焦ってね、吐きようか吐けないか迷った挙句真ん中行っちゃってマジで焦りました。ほんとみんなから見たらただ間違えたやつみたいになってて、私の中ではもう内心焦りまくってあやばいと思って。衣装系って本当にさ、一歩間違えたらさ大変なことになるからさ、靴とかだったら余裕で履けるんですけど、いけるかなって思って。好きだ、いやマジでね、あの DMM でちょっと映ってて、あやばいと思ってミスったところ。レイコさんの衣装紹介見た。ぜひチーム B2 研究生のオープニング衣装もよろしくお願いします。需要あるんか分かんないけどよろしくお願いします。何が見たいですか、衣装。私はあんまりね TikTok ではアイドルをしたくないんで、ああいうのはできないのでね。レコさんありがたいですね、ちょっと嬉しい、ああいうの見たかった。おやすみ。夢中人ね、かわいいよね。らしくない、あー、あれ着たい、着たことない、着たことないよ。着たいよ、めっちゃ。でもちなみにめっちゃ着たい。セーラー服私持ってないんだよね。セーラー服着たいけどな。あー、あの衣装かわいいよね、 NNB って書いてあるやつ。うん、ここでとか、みんないろいろ衣装あるんだ。好きな衣装？もうなんか全部好きだよな対談で言ったのに持ってない。何？どれ？何の話だ？あ、セーラー？制服の話？制服の種類は豊富ですけど、セーラーは持ってない。セーラー服持ってないな。あのなんかピチューのセーラーしか持ってない。蜃気楼の衣装、あー、ツナ、ツタ着たい。ちょっと待って、一番着たい衣装、らしくないとかももちろん着たいんですけど、あー、でもあれかも、似合う似合わない別として、私めっちゃ記憶に残ってるあのピンクと白のヒョウ柄の一期生さんとかがよく着てた
衣装が一回着てみたいと思ってた。高嶺のリンゴは着たことあるよ、11周年。このめっちゃ頭重かった記憶あるもん。あれはちょっともうねチャーチャラで、あ、上上がんなかったもん、帰ってこないかと思った。そういろいろ衣装あるんでね、ぜひ。着たことない衣装、あ、結構あると思うよ全然。コンサートとかでもやっぱ最近衣装一緒だからさ、昔の衣装とか着たいなって思うけど。妄想ガールフェンド可愛いよね、あれちょっと露出多めのやつですね。45分だ。誰の衣装、ちひさん、ちひさんかな。最近の方はちひさんですね。1時間もしてるんだ、やば。最初にしないかもとか言ったくせに。ちょっとじゃあランキング読もうかな。ふう、13位、ファンタイムトラベルありがとう。12位、リュウジありがとう。11位、カルちゃんありがとう。10位、吉田さんちの数ありがとう。9位、ニノちゃんありがとう。8位、カフェオレありがとう。ごくごく7位、スノーマン18日昼公演、お、楽しみにしてますありがとう。6位、ともちん、愛が今日も溢れています、ドバーありがとう。5位、じゅんじゅん、手料理マイブーム、寝落ち寸前。手料理がマイブームなの。私この間あれですよ、卵とハム焼きました。ちゃんと手料理ですこれも、はい。4位、小山さん、日曜日のお話、え、もう日曜日ですよ皆さん、そうお話会日曜日です皆さん、忘れないでください、楽しみだね、ありがとう。3位、角吉、土曜日公園で角吉を探せなんかミッキーを探せみたいな、もちろん探しますありがとう。2位、リーダーありがとう。1位、ジンくん、18日見つけです完全に使っちゃってるやんありがとう、見つけます、ありがとうございます。もう簡単だと思うじゃん、でもそれもしてこなかったから、朝食っぽい朝食を作ったんです。いやマジで、あのみんな、みんなみんな聞いてる？自分が壇上落ちた瞬間、落ちた？どこにいるの？そんな狙ってないですよ、何も。インスタ上げて、インスタまだやってないですよ。そう、全然ね、あのご飯を作らないんです私。日曜日は、あ、日曜日どうしよう、え、ちょっとあのお話し会のやつを忘れちゃって、どんな服にしてたか。なんでちょっとぜひちょっと私のお話し会日程表みたいなの送ってくださいあのそれ通りに行こうかなと思ってるんですけど。あ、てかフーアから金髪のあのウィッグもらってない。あ、フーアにね届くようにしてたんですよ、なんでだか忘れたけど。全日程スリザリンではないけど、え、私金髪の日入れてたんですけど、間に合うかな、金髪の日、金髪ロングって、え、なんで知る、え、みんな、え、
応募したんじゃないの？ちょっと届いたとか言って私もらってないんだけど。ふわんちに届くようにしてた。おーい、ふわんに後で言おう。そうなんです。え、あったよ金髪の日。え、あるある、絶対あるから。え、あ、金髪じゃない、間違えた、ロングの日だ、髪の毛ロングの日、間違えた、あちゃー、髪の毛ロングの日、はい、大人ロング、そう、ロングを髪の毛ロングにするんです。だからロングウィッグを買ったんです。もうマジレスしないでください、間違えました。いや金髪じゃない、マジで黒、黒っていうか茶色買いました。あれ買ってたんですよ、もうめっちゃ前に。だってお話し会出る予定だったからさ、そう買ってたから。そうなんです、なんでちょそれもね頑張ってやるつもりなんですけど、全部のやつやるつもりではあるけど、ちょっとその日程表が分かんないんで、ぜひもし見つけた方いたら送ってください、お願いします。では何時、あ、もう50分ぐらいか。ではおやすみなさい、バイバーイ。バイバーイ。またね、おやすみ。